皆さんこんにちは。バイエン大学院大学です。本日はカタカムナマンダラ言語についてお話ししたいと思います。これまではここは、ブランクフォーマットと書いていましたが、これまで何人かの方にこのカタカムナマンダラ言語、このブランクフォーマット、つまりバイエンが、文字を書き入れる直前の図形ですね、図だけにしたもの、図から文字を抜いたものをこうやって作っていたんですけど、これを見られた方が、これはカタカムナではないですかと、いやこれはカタカムナですよと言われて、ああそうですかと。私はカタカムナについてはほとんど知りません。ただよく似てる図があるんですよ。特にこれカタカムナマンダラになるとですね、ちょっと似てくるんですよ。こういう図あります。円の中が四角の図あります。言語の中にあるんです。からカタカムナと言語というのと、それからもう一つはですね、これではなくて難度が魔法の棒。難度というのはシェファーのストロークといいます。ストローク関数を電気回路で表現すると難度回路ですね。これは1913年にヘンリー・モーリス・シェファーが発表した論文で、その後すぐに、もう 2,3 年後でしたか、バートランド・ラッセルがこれが最も簡明な、最もシンプルな公理形であるということで紹介して知られるようになったんですが、実はこの縦線一本は言語の図から直感した、これが根本的な論理であるというのを天才シェファーが発見したんですね。そしてヨーロッパで発表した。そして発表の直前にバイエン全集が大至急急遽1年で出版され、海外の大学に寄贈されたという経緯があります。この辺は追跡調査をしないといけないところですね。シェファーのストロークです。でこの難度回路でどうもこういう図が描けるみたいですね。例えば螺旋になってますね。この辺はさらに考察を要するところです。それでこのカタカムナマンダラとこの難度回路のこういう図がコンピューターで描けるということと、こういう図ですね、こんな図ですね、それと言語のこういう図を考えてみる必要があるだろうと思います。ただ私にはその時間はありません。今はもう言語英訳と辞書作りが全体の4分の1ぐらい終わったかなという感じですけど、それもまだラフスケッチの段階ですから到底公開できるようなものではありません。それで、こういう方面に関心がおありの方はですね、ちょっと戻りますね。そして言語データベース、悠仁親王殿下のために、5000年の時までに何とか間に合わせたいと思って頑張っています。今日の英訳は、こう下まで来るとここですね。そしてここにこの体系図に対応する全テーブル表示とありますが、で見やすいのはここのこの体系図に対応する全階層表示、ジャパニーズエディションとあります。ここに図がたくさん出てきます。こうして一つ出すとまた次へ次へといけるんですよね。
えばこんなところをこう見るとですね、次へ次へ、そしてここにブランクフォーマットってあるんです。これが文字を書き入れる直前の図です。この図とカタカムナとこの中の語の関係がどうなっているのかというのは考察した人がおりません。ですからカタカムナにお詳しい方はぜひとも考えてみてください。それでこの語の意味はですね、私に お尋ねくだされば答えられる範囲でお答えいたします。まあ、そういうサークルを作ってもいいですね。カタカムナマンダラ言語という、それを専門に研究するサークルを作ってもいいのではないかと思います。まあ、次へ次へと、これもブランクフォーマット、こうして出るんですね。でこういう図をひとまとめにして、ひとまとめにして全体の階層表示に戻る。さらに一番下まで行きますと表紙ページに戻る。ひとまとめにしてサムネイルにして集めたのがこの図集なんです。ぜひともカタカムナにお詳しい方はお考えください。これからは幼い陽子先生の天上門理論の通り天上門の時代がやってきます。天上門の時代はこれから多分2500年単位で2サイクルぐらい、だから多分5000年は続くと思います。その天上門の時代というのは縄文系和人の調和の理論をベースにしないとできません。これは西洋からは生まれてこないんです。調和の思想、調和の論理はですね、世界をこういうふうにあえて言いますとフォーマットしたわけですね。ハードディスクのフォーマットとかありますよね。まっさらにしてしまう、一度真っ平らにしないといけません。ニュートン力学では無理でした。弁証法とかあるいは自由主義経済とかでも無理でした。民主主義でも無理でした。世界をフォーマットする論理は典型的にはここにあります。これですね。この図はちょっと戻りまして、経緯膨大図、これが世界をフォーマットする図です。世界のフォーマット形式です。それぞれに独立していて、それぞれが調和して共生している、共生共存の論理です。でここには競争がありません。助け合いはあります。それがシンプルに示したのがこの図なんです。そういうことでぜひともお考えくださいませ。ちょっと今日は声が枯れていて、申し訳ございませんでした。ではこれで失礼します。